はい、6月23日は沖縄慰霊の日です。慰霊の日、生配信ライブをやります。まあ、あの生配信ライブね、2回目になるんですけど、前回はのサーターアンダギーの日、15周年記念ということで、たった一人でね、やりましたけど、今回はね、ちょっととある会場を借りましてですね、生配信やる予定です。それが6月23日沖縄慰霊の日で、沖縄慰霊の日ってどういう日なのとね、聞かれると思いますので、まあ、これはですね、昔戦争というのがありましてね、第二次世界大戦、そして沖縄戦があって、その沖縄戦でね、亡くなられた戦没者の方々に、追悼を送るというね、そういう沖縄県がね定めた記念日となっております。6月23日ですよ。まあ、これ県内の人はねみんな知ってるんです。もうだってカレンダーにね、沖縄慰霊の日って載ってて、祝日になってるんですよ。だから学校会社もみんな休みよ。ただこれ県外の人は分かんないんでね、まあもちろんそれに携わった知ってる人はもちろん知ってますが、6月23日はもう沖縄にいるとね、こうお昼サイレンが鳴りましてね、今日慰霊の日です。1分間これこう南の空に向かって手を合わせてました。それがたとえ野球の試合中だろうと、ピッチャー投げましたったら、うーってなったら、もうここ一回止めて南に向かってこうルートを通しなきゃいけないんです、ね、車を運転中でもちょっと左に寄せてね、南に向かってルートを通って、まあ、そういうね、沖縄県民にとってはもう本当にね、欠かせない、記念日になってます。それが県外にね暮らすと、長いこと暮らすとですね、なかなかこの情報もちょっと薄れるっていうかね、入ってこない方もいらっしゃるので、僕もそうなんです。こんなにこう言ってるのに、その日、ね、こっちでそう感じないから、普通の日のようにあっという間に過ぎ去ってしまうんですよね。終わっちゃったみたいな感じで、あと夜のニュースとかでね、まあ、ちょろっと今日は沖縄慰霊の日ですってこういう喧嘩がありましたとかね、天皇陛下が来ましたとか、総理大臣が来て喧嘩をしました、そんなニュースしか流れないんでね、これはちょっといかんぞということでね、やはりこの、沖縄出身の方もそうですけど、うちなんちゅうはじめ結婚してうちなんちゅうになった方、そして沖縄をこよなく愛する方、沖縄ラブの方、まあ、この慰霊の日を知ってる方で、こううとうとしましょうというね、これだけです。まあ、僕も100万粒の涙というね歌を歌わせてもらってもう何年か経つんですけど、僕もね、もちろん戦争を知らない世代なんですが、まあおじいおばあからそんな話を聞いたり、そして親父おふくろも幼少の頃覚えてた記憶をね僕に話してくれました。親父はもう亡くなってしまったんですが、まあ、今はねおふくろはまだ、存命で、まあ、話も聞いたりしてます。ただもうこう戦争を経験した人がもうどんどんもね、この世からいなくなってしまいまして、今子や孫がですね、この歴史を伝える役目だなということを痛感しておりまして、僕もね、戦争は経験してないんですが、今後の世代に伝えていこうということでね、この100万粒の涙という歌を作って歌っております。まあ、その日この日はね、まあ、いつものライブとちょっと違う、ライブという感じじゃないんですけど、まあ、ウトトですよ、ね、一緒に追悼しましょうという意味も込めましてね、このサーターアンダギー、シークワサー、プチプチ海ぶどうをやりません。初のこういうね、ちょっと重たいっていうか、まあね、バラードソングでちょっとアコースティックで配信系でちょっとやってみようかななんてね、アンダギーシークワサー海ぶどうはやりません。もしかしたらやるかもしれない、そんな配信ライブ予定しておりますんで、これ直にもし生で見たい方はですね、来ても OK です。前回一人でやってね、客ゼロの状態でやったんで、今回も一応その予定なんですが、カメラに向かってねこうしてやるんで、
まあでも一応現場に来ると見れますよっていうちょっと告知ですね。ヘブンズバーというね、あのお店で練馬区高野台にあります。高野台 4-3-20、ね、こちらで一応生配信予定してましてね、ちょっとユンタクして、まあ何気なく始めるかなって、まあ、大体30分か1時間ぐらい、やる予定でございます。まあ、それ以外の方はね、ぜひ YouTube で生配信でご覧いただいて、まあ、現場で軽く一杯しても全然という感じでね、やろうかなと思っております。未だに終わらないこの戦争の歴史、本当に戦争はね、二度と起こ しちゃなりません。第二次世界大戦終わってもね、未だにこうロシアとウクライナが今もなおやってますから、中東やアフリカ、そして今後ね、台湾有事なんて声もささやかれてますけど、本当戦争はね、ダメです。世界平和を、まあ、世界平和友好大使シューベルト増田が、沖縄慰霊の日に捧げるウトと、100万粒の涙ということでね、一緒にその日ウトとしませんかというご案内お知らせでございました。6月23日生配信。